はい、じゃあ新宮町観光案内所を後にします。あと紹介、ちょっと紹介しておくと、池谷さんの向こうですね、あるいは立花山です。今回オルレコース、あの裾野を歩いてきてここまで来たっていう感じですね。はい、じゃあ行きます。お邪魔しました。ございました。まあ、さっきの話にちょっと戻ると、JR 新宮中央駅です。右手が沖田中央公園ですね。で、矢印が先ほどこちらから上がってきまして、この矢印をもとに左手進めます。で、あと関西はここに新宮中央駅ということで関西を置いてます。ちょっと近くに行きましょう。これちょっと土を今度かぶせましょうかね。はい、残り3キロです。残り3キロです。ここに乗り出しを書いてます。すいません、下りはエスカレーターなくの西口の方にやってきました。で、ここからが、まあ、一つ課題というか、ちょっともうどうしようもないことでもあるんですけど、本当に街の中に入っていきますので、フルレのリボンがなかなか作れる場所がありませんので、ちょっとどうしても分かりにくいところがあるかもしれません。ただ駅の改札を降りてきてですね、このまままっすぐ行くということで覚えていただければ大丈夫かなと思っております。一気にマンションとかも高くなりますもんね、高さが。景色もいいでしょうしね。中央駅からはここまでリボンはもうないんですかね、出てから。あと1つだけあるかな、ここの奥にしかリボンがないので、うん、まあ、でもあの西口出たらもうまっすぐ進んでもらえたらいい。で、右手ですね、
アーバンモール新宮中央という、またこちらもショッピングモール、レストラン、イタリアンから中華から焼肉からありますので、まあ、ここまで来るのにちょっとスタート地点からは距離がありますけれども、まあ、小腹が空いた時とかぜひ立ち寄っていただきたいです。まあ今回はコース紹介なので、まずはコースを歩いていきます。おいおいお店の紹介なんかもできたらいいですね。ですね、美味しいお店がいっぱいありますもんね。新宮町は本当美味しいものたくさんです。よし、はい、であとここにもちょっとリボンをつけさせてもらってます。わかりにくいですけど、はい、はい、この正面の道が国道495号線、私たちはなんか旧3号線とか言ってたこともありますけども、まあ、ここで495号線まで来ましたら左に曲がりまして、ここもちょっと矢印がないのが申し訳ないです。正面には消防署がありますので、消防署の方に向かって行きます。あちらですね。もう行けるかな。いやー今回はちょっとコース紹介なので走らずね僕たちの体力的なところの問題も暑いねここにもリボンがありますね。ここリボンつけてます。で、あと渡った向こうにもちょっと気をつけてはいるので、このまままっすぐ行かないようにだけしてもらえたら。マップ上には消防署とそれから新宮町役場の方に進むような形で記載しているので大丈夫じゃないかなと。でこれから私たちが向かうのは、縦の松原新宮海岸の方に向けて進んでいます。まあ、今回撮影撮り直しになりましたけど、一つ縦の松原の中もコースの変更になりましたので、今日はコース変更した後の新ルートをご紹介していきたいと思います。松林コースですね、はい、はい、じゃあ信号変わります。押しやがった閉まったついボタンと変わらんのだ。僕も初めて知りました。閉まったで今度こっちで向こうからが青なって次やっ、そうですね、ちょっと時間ロスしました。皆さんは押してくださいね。そうですねこちらにあるかな。変わりましたね大変お待たせいたしましたリボンだけここにリボンをつけさせてもらってます、ね、はい、でこのまままっすぐ行きます。
を右手ですね、粕谷北部消防署新宮分署、新しいマップの方にはこの記号もここの場所もですね入れれるので迷いにくくなったんじゃないかなと思います。で私たちはそのまままっすぐ行きます。右手に行くと新宮町役場です。そこもまっすぐ進んでいきます。森の宮という住宅街ですね。と、この横をずっとまっすぐ私たちは進んでいきます。はい。もう少し先に行くと新宮高校があり、さらにその奥が立野松原。でこの辺りからですね、やはりあの松林の後の名残として松の木がたくさん見えてきます。あ、リボンここつけてますね、うん、はい。詳しくないけどさ、はい、なんかああいうこう松の木もさ、はい、まっすぐじゃなくて、はい、こうなんか横にこうなってる木ってなんかでもかっこいいなってちょっとだんだんあの自立体って言い方も変ですけどそれを機に盆栽を始めてみてなんかねたくましさというか、あ、なんか他の木よりも松の木ってやっぱにゃんと曲がったりとかさ、はいはい、個性が出て、ここもね、右手のこの木なんかね、そうですね、個性が出てるというか、こんな曲がっててもなんか倒れないみたいなこれから行く縦の松原の中にもたくさん、そうね、そんなのがたくさんね、はい、まだ街の中なんでちょっとこうルートとしてはねアスファルトが続きますけれども、ですね、ちょっとまだカメラじゃ分かりにくいと思うんだけど、だんだん緑の奥の方ね、はい、見えてきました。中央駅のところにあった関西が残り3キロ上記をしてまして、はい、大体この辺りでもう1キロぐらいか、1キロぐらい、もうちょっとで1キロかな、残りもだんだん福岡新宮コースとしてはクライマックスに行きますね。
からがちょっと一つ分かりにくいとご指摘もいただいてるんですけど、方向的にはまっすぐ行きます、はい、ただ横断歩道の関係上渡った先に矢印、そして渡って進みたいと思います。はい、はい、横断歩道を2つ渡ります。1つ目渡ったところに矢印をつけてます。方向的にはちょっと計画にまた曲がりますけど、向こうの方に行かないようにだけ横断歩道2箇所渡ります。はい、この看板がちょっと濡れてますね。はい、松林内通行できるようになりましたということで設置しております。うん、あとはこの先行き止まりと書いてあるのでちょっとね、来づらいと思われるかもしれませんが、次回の間を見ていきます。はい、松林に入っていきます。はい、楽しみですね。はい、ここからが以前はですね、コースオープンした時には通ってたんですけれども、松林の中は本当は遊林禁止エリアということになりまして、一旦入ることができなくなっておりました。で、福岡森林管理所と利活用協議ということを行って、オリジナルのコースとして入るようになっていきましたので、ただね、今までのルートとはちょっと違ったコースを通ることで許可をいただいてますので、で、私たちも草刈りをしたりながらコースを作ったんですけど、まだまだちょっとね、手が足りてないところもありますので、左右まだね、草が生い茂ってたりとかありますが、はい、こちら矢印してるな。で、本当はこっちに行きたくなるんだけれども、ここはあくまでも作業用道路ということで通行はできません。はい、こちら行きます。矢印通りですね。で、一気にやっぱ涼しくなったね。そうですね、やっぱ日陰が、あると、はい、涼しくなって、ちょっと風はなくなった感はあるけど、でも気になりして、そうですね、この上がった松とか、はい。で、あとね、新しいコースは比較的迷わないようにリボンと矢印は充実させたつもりですので、
まあ、大丈夫じゃないかな、そこを迷うことはないんじゃないかなと思います。はい、矢印ですね。いいですね。 あとはね、こう根っこがね、木の根っこがどうしてもちょっと取りきれなかったりがするので、うん、引っかからないように注意しながら。そうですね。やっぱ俺ね、全コース歩いてると多分足とかもだいぶ疲れてきてね、後半ちょっと、うん、引っ掛けやすくなったりしますもんね。足元十分ご注意ください。オルレは本当に急ぐものでもないので、はい、はい、でこちらに完成、松の松原の完成をつけさせてもらいました。はい、で右側、この陽光桜1号というですね、白砂青松を取り戻す会という、この松林を管理しているボランティア団体さんが、ここにちょっと桜の木を植えてまして、これ山桜だそうです。で、うん、通常の桜の時期よりもほんのちょっと早いかな。うん、3月上旬ぐらいだったかな。はい。ぶわっと桜も咲きますので、またその時期に来ていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい。で、感性の向いてる、馬の向いてる方向に進んでいきます。はい、はい、で、こちらも左右行きたくなるところではあるんですけれども、あくまでもここは作業用道路ということで、こちらの矢印に沿ってさらに入っていきます。はい、はい、ちょっとカメラの音声では拾えないかもだけど、ちょっと波の音とかもね、ちょっとずつこの辺りから聞こえてきますね。ちょっと静かにしてみますか。聞こえるかな、聞こえるかな。こっちの方向からですね、まあ、うん、まあ、正面ですね。正面の方が海の方になるので、でリボンもつけてます。はい、あ、でもなんかだんだん道ができてるね歩いてきてね、歩いてくれる人のおかげで。そうですね、最初はもう全然分かんなかったけど、道なんてなかったですもん ね、道なかったんだけど、だんだん、で、あえてこういう曲がった木のところをね、はい、かわすように設定してみたいな。人が道を作るっていう、うん、こちらもリボンつけてます。はい、で、正面の矢印に沿ってまた入っていきます。はい、またリボンつけてみます。隙間からちょっと海の映像を
もうすぐそこですもんね、うん、ですね、ジェットスキーみたいな。そうですね、田畑を守るために村人たちが植樹をしてほしいと福岡藩にお願いをして、で福岡藩も結構なお金をかけて植樹をしてきたという記録が残っている島です。で、やっぱね、海風を受けながらなかなか育つまでにね大変な苦労があったみたいなんですけれども、だんだんこう育つにつれて松林が完成してきました。で、また明治の頃かな、はい、人々がやっぱ生活するにあたってはこの松葉、こういうのが煮炊きをするのに、土間で料理をするときに火をつけるときとか、お風呂を沸かすときとか、まあ、そういうので火がつきやすいんで、まあ、こぞってね村人たちがこうやっぱり生活の必需品としてなんか集めてたそうです。でだんだん、まあ、昭和の時代になる と、ガスの時代になってくるのでまあその煮炊きをする必要がなくなってきて、やはりこれもねもう取らなくなってしまいまして、でそうなるとやはり人がね森の中に入らない、松林の中に入らなくなると、こう雑草というか雑木とかがね生い茂っていったというふうな話を聞いています。僕もキャンプ行った時は枯れた松葉で、ああやっぱりそう、はい、やっぱつきやすい、つきやすいですね、燃えやすいです。あ、じゃあこれは拾ってキャンプ用品として意外と知らない人も多いんで、ちょっとキャンプとかバーベキューするときにこれ拾って入れると燃えて周りにおーって言ってもらえます、ね、うん、であとやはり私たちは今後この松林をねしっかり守って後世に伝えていかないといけないので、うん、保全活動ですね。で、あとね、やっぱ最近ね、ゴミがね、ちょっと今日は拾えないですけど、ごめんなさい、今度、クリーン作戦をしましょうかね。はい。まあ、ぜひ利用している方にお願いですね。もう、ゴミだけはちゃんとやっぱ持って帰りましょう。そうですね。ぜひそこはお願いします。はい。で、だんだん海も近づいてきまして、はい、松林も、間もなくで終わります。はい、ここに青の矢印を入れてまして、はい、はい、ここですね、はい、よいしょ、ここが出ると、はい、
です。海水浴場です。海まで来ました。おですね。はい、であと完成ですね。残り 0.9 キロ新宮海岸です。はい、じゃあ正面は綺麗な遠浅の海が広がってまして、正面に見えるのが藍の島です。あの奥ですね、奥ですね。はい、今回コースの紹介動画で新宮藍の丘という藍の島が見える高台もあるんですけれども、そこから見る藍の島とまたぐっと近くなって海辺まで来ましたので、で、この先ですね、今ちょっと船は止まってませんが、新宮漁港があって藍の島までは渡船で約20分で渡ることができます。はい、1日に5本、6本かな、あの冬は5本だけど、はい、夏は6本抜けるので、ぜひ日帰りの旅行とかも藍の島の方にお立ち寄りいただければと思います。はい、はい、で、これからちょっと海出た歩いていきます、はい、ちょっと暑いかもしれませんが、まあ夏といえば海なんで、そうですね、はい、あ、もう早速泳いでる人もいますね本当ですね、はい、あ、こういうのもね、バーベキューの後かなみたいですね、炭が。柔らかいのでちょっと足取られてちょっときついかもしれない俺こそ歩いてきて終盤でこれだけ足取られると、ね、うん、まあ、距離としてはそんなにないんだけどね、はい、ちょっと滑るというかぐるぐるっとね、はい、あまりの暑さに口になってそうですね、はい、足も取られながらなかなか進まない感じで、はい、ちょっとね、そうですね、あとちょっとです、はい、リボンつけてます。はい。
方が矢印になります。はい、ちょっとね、ここはなぜ矢印をつけたかというと、実はあのコースオープンした当初はですね、このまま向こうに行ってたんです。このコンテナの裏の方を抜けて松林の中もう一回通ってたんですけど、ちょっとルートを変更しておりまして、皆さんから画面越しで見ると右手の方にちょっと進んで、で、海べたをもう一回歩いて最後に、ま、もう一回松林の中に入っていきます。ちょっとそこが変わったところなので、ちょっとあえて矢印をつけてます。はい、これでもかっていうぐらい矢印をつけてます。矢印とリボンまでつけてます。絡まって、余計分かりにくいかな。はい、いや、よいしょ。こちら行きまーす。はい。はい、これで砂浜を抜けました。砂浜を抜けましたね。歩きやすいです。歩きやすいです。カメラこっちをずっと向けていこう。はい、一段下がります。よいしょ。海沿いの方、景色を楽しんでもらいながら。こんにちは。もう間もなくで、新宮海岸終わります。よいしょ。で、こちらの方にこちら味を取ってきまして、武器がちょっと出ちゃいましたね。こんな感じです。こっちです。はい、うん、はい、この隙間を通っていきます。もうちょっとまたおいよいよ補強はしていきたいなと思ってます。はい、この裏を通っていきます。この裏、はい、細い道を行きましょう。ちゃんとあの許可はいただいてますから。はい、スーッと。新道商店さんの、はい、室内を動かしていただいているんですけど、ありがとうございます。最後にここでもう一回だけね、海の景色を、はい、はい、ここもあの利用していただいて大丈夫です。そうですね、はい、新宮海水浴場ですね。海岸、新宮海岸。まあ、暑いけどやっぱ海見るとね、やっぱ違うね。そうですね。うん、今年の夏も、うん、たくさんお客さん来てくれると思いますね。そうですね。
時間があれば海にも入っていただいて。はい。で、アイヌ島とはここでお別れになります。またね。新海岸ともここでお別れです。はい。はい。新道商店さんですね。まあ、海産物のお土産とかもしよかったらこちらの方でお買い求めいただいて、でこの先にもあの福市さん、明太子の福市さん、そして霧島珍味さんとお店ありますので、まあ、この辺り3店舗ほど、ね、新宮町のお土産にご購入いただいてもいいのかなと、まあ、ご購入いただければと思います。で、矢印をここにつけてます。はい、青の矢印で右側ですね。で、この先に明太子の福市さん、霧島珍味さんとあります。で、コースとしてはこちらを矢印にして入っていきます。こちらですね。はい、最後の松林の中ですね。はい。で、ここももともとルートじゃないところを切り開いたので、ちょっとやぶやぶしてたりしたら伸びてきたり、この辺にバラとかね、ドバラが伸びてきたりしますが、はい、歩いた時に草が伸びてたよとか、そんなことも新宮町観光案内所の方にご連絡いただければ助かります。すぐにまた草刈りに入りますのでお願いします。お願いします。まあ、その、やぶやぶしてる分、おいしげってる分、ルートとしてはね、迷うことはないんじゃないかなと。もう道がある方向さえ行けば大丈夫じゃないかなとは思うんですけど。そうですね。それが良さでもありますしね。ちょっと広く見せてきました。はい。で、ここからね、本当はまたこちらに行きたくなるんですけども、ここも一応作業用道路ということで、もう一回中に入っていきます。はい、ここシールを今度貼っておきます。はい、よいしょ。らしくないかもしれないですけど、だんだん皆さんが歩いていただけたら、うん、ちょっとずつ道らしくなっていくかなと思います。まあ、こう出来たてなんでね、逆に今しか味わえない道で、ここもちょっとね、左右行きたくなるところですけど、2本でつけてます。まっすぐ行きます。まっすぐ行きます。なんか時々鳥の鳴き声が聞こえるのもね、なんか、はい、どんな何の鳥なのかとか分かればね、ちょっと調べたりしながらね。そうですね。紹介できたらいいなと思いながら、今はこう見つけて写真撮ったりするだけで、ね、何の鳥とか分かるアプリとかもありますもんね。
花とかもそうですけど、そうね、花もね、たくさん紹介していきたいね。はい。で、花だとやっぱ季節が変わればね、そうですね、コースの雰囲気もやっぱり変わります。はい。もう間もなくで、ね、はい。反対向いていただくと、逆コースから来た方ね、ここの入り口になりますので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ちょっと看板とかも置いております。はい。はい、じゃあ、並行される方はこのままこっちの方向、向こうに行きたくなるところなんですけど、矢印をあそこに置いてるんです。ちょっとね、見にくいかもしれませんが、正面に。すぐ抜けていきます。はい。で、これからなんですけど、また住宅街に入っていくので、ちょっとリボンとかがつけれてません。ひたすらまっすぐ進んでいただければと思います。はい。はい。看板を貼らせていただいてます。フィニッシュ西鉄新宮駅の改札口です。はい、フィニッシュ。もう曲がります。こちらですね。右に渡って左手も電車が見えてます。九州オールで福岡新宮コースフィニッシュ西鉄新宮駅です。到着しました。お疲れ様です。お疲れ様でした。であと最後にですね、スタンプを押す場所紹介します。こんにちは。こちらに、観光のオルネのコースマップと
スタンプ準備しておりますので、ぜひ歩いた方はスタンプをして帰られてください。で、改札口ですね、こちらありますので、鹿児島本線接続の方は、西鉄千早駅で接続しています。また天神方面地下鉄接続の方は貝塚駅まで行くと乗り継ぎができますので、そちらの方からお帰りということができます。ぜひお帰りは、便利な西鉄電車でお帰りいただければと思います。はい、いや今日は暑かったですね。暑かったですね。なんとか無事に、フィニッシュ地点まで来れました。まあ、九州オルレ福岡新宮コース、まだまだできてですね、2019年の3月にできて、まだ2年とちょっとしかやってません、これからまたたくさんで、ね、より良いコースにしていくために私たちは手を加えて、行きたいと思ってますので、まあ、歩いた方もぜひこんなところが草伸びてたよとか、こんなところに木が倒れてたよとか、そんなことも、ね、教えていただければと思います。はい、九州オルレ福岡新宮コース、海あり山あり歴史ありの新宮町にあるコースです。ぜひ遊びに来てください。本日はお疲れ様でした。とチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあね、バイバーイ。